元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう、てっちゃんこと荒川哲夫です。川島みるです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい、小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは火災を防いで大阪を元気に。はい、今回のテーマは火災です。やはり空気が乾燥する冬、今の時期は火災が多いですよね。ゲストは大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授の生田英介先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生田先生ね、はい、本学に入学されてからね、はい、ずっと生活科学部でね、はい、やってこられて、もう防災のプロ、日本を代表するプロでね、まだ若いんですけども、うん、高校の時に、はい、アミルさんのお父さん川島英吾さんのファンだったらしくて、いやちょっと私今44歳で、うん、1歳上45歳ですね。なんですよね、はい、ちょっと珍しいですよね。いや僕の周りにはファンがいっぱいいまして。ありがとうございます。カラオケでよく歌ってました、時代遅れは大好きです。侍やな、渋い少年だったんです ね。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。生活科学っていうと何だろうって思うんですけど、うん、そうですね、はい、昔は化成学部って言ってたんですけどね、はいはい、今はそれに、まあ、サイエンスもかなり入ってきて、うんうん、3つがあるんですよ。1つはその福祉関係のやつ、それから、はい、と建築、ほで食品、はい、早見先生が前来られたのが食のところですね。あ、そうそうそう、なるほど、僕は建築のところで、建築のところで防災、はいはいはい、福祉、あと食品、うん、食品、まあ、栄養やね、栄養で建築のところにそうか防災がそうです、うん、くっついてくるという、はい、住まいの防災ですね、うん、はい、そうか、うん、それは切り離せないもんですよね。そうですね、はい、防災の研究のエキスパートということなんですけれども、毎日のように火事のニュースってありますけども、はい、大阪でいうと火災の現状はどのような感じなんですか？はい、実は2020年に大阪市消防局と共同研究で大阪市の火災の現状を分析しました、はい、うんうん、そうしますと大阪市では2005年から2019年の15年間で全国と同じく減少傾向にあるということが分かりました。2005年には年間1407件火災があったんですが、はい、2019年には745件と 47% も減少しています。減ってるんですね、はい、勝手に減ってきたわけじゃないもんね。科学的なデータとかそういうのを元にして努力してやってこられたでしょ。そうですね、やっぱりいろんなこう技術が進んできたり、うん、はい、あるいは防災教育とか人々の意識も高まってきているというふうに思います、うん、あと家が燃えにくくなったとかそういうこともあるんですかね？ありますね、住宅の方もどんどん進化していますし、うん、まあ、住宅用火災警報器の設置義務化っていうのが一番大きいと思っています。それがつけてます、うん、つけてる。そういえば絶対点検、マンションなんかだったら点検にも必ず、うん、ありますね、来ますもんね、はい、やっぱそれがなることによって未然に大きい火災を防げているという。火災でなくなるのはやはり煙が一番怖いですので、煙を感知して音が鳴るとすぐに避難できるということで、住宅用火災警報器は非常に大きいなというふうに思います。まあ、いろんなものが、ね、うん、原因となって少なくなってるのはいいことですけれどもね、うんうん、でも完全になくすということはやっぱりできない、難しいものですか？そうですね、でやはり亡くなられている方もいらっしゃいまして、うん、で火災による死者というのも
まあ、都市によって増減はあるんですが、やはり減少傾向で、2005年と2019年を比較すると、これも4割減少していて、まあ、ここ10年ぐらいはだいたい20人台になっています。まあ、人数が減ってきたとはいえ、例えば大阪市では地震とか水害で亡くなる人より多くの人が火災で亡くなっているというのは事実なんですね。でどうしても防災っていうと地震とか水害に目がいってしまうんですけど、やはりこう火災も災害としては忘れてはならないというふうに思っています。でこの火災なんですけど、大阪での火災の原因っていうのは何が多いんですか？これ15年間の累計では放火が1位、タバコが2位、天ぷら油が3位でした。放火が1位なんですか？はい、昔から火災の原因というのは放火が1位というのはずっと言われてきていたんですが、で放火はやはり7割減かなり減っています。でタバコは4割減なんですが、タバコ一番多いかなと思ってたけど、そうですね、今タバコじゃあんまり吸わない。そう、それが、はい、まああるのかな、あるんですかね。これ今放火が1位じゃなくなってきていますね。都市によっては2位になってきている。この減少してきた原因をやはり明らかにしたいというのも、大阪消防局との共同研究の一つの目的でして、防犯カメラというのも一つの原因とは考えています。でその他にやはり、先ほど言いました住宅用火災警報器の設置義務化、これが2006年は新築住宅、そして2011年では既存の住宅で義務化されたということで、これの効果も大きいなと思います。あとですね、ガスコンロ、最近は安全装置が実は義務化されてます。でこれもこの15年間であったことですし、あと、ね、電化製品も結構規制強化で、というのもこの最近あったことです。こういうのが複合的にあったので火災が減ってきたというふうに思っています。使ってるものもよくできてきているということなんですかね。やっぱタバコ、先ほどありましたが、電子タバコが普及したり喫煙率も減少しているんですが、ただ最終的にはタバコを吸ってどうするかというのは個人の責任、法律では縛れないので、そこをどう規制していくかっていうのはちょっと難しいですよね。タバコは火災の一つのパターンとしては飲酒して寝タバコしてそのまま火災になってしまうというのが、まあ高齢の男性なんかで多いということがありますね。なんか石油ストーブとか天ぷら揚げる時とかってやっぱり注意して使おうとするんですけど、タバコとかってやっぱり気を緩めがちな、リラックスしてしまいがちなもんなんでしょうね。他はもってのほかですけれども、でもタバコに関しては気をつけられますよね。火災の原因なんだよということを忘れないようにしないといけませんし、火災警報機能設置っていうのも、あれでもなんかマンションとかは結構点検に来てくれるんですけど、個人の家ってもうつけたらつけっぱなしみたいになっちゃいそうで。ありますね。だから設置義務化からもう約10年経ってきていて、ちょっともう機械が交換しないといけない時期にも来ているので、使用期限が書いてあると思うので、書いてあったらそれはもう交換してもらうと非常に安いです今。あ、そうですか。はい、数千円から手に入りますので。うちついてるのかな。ついてはいると思うんですけど、でも2006年から義務化されてるってことは、もう電池切れみたいなところもありそうですよね。このあたりもちょっともう一回点検が必要なのかもしれません。でもあれですね、今放火が原因1位ってなってしまっている以上、建物建てたりするときにそういう犯人が来るかもしれないとか、あと普通のお家だったら段ボールとか家の前に置きっぱなしにしないとか、放火されるかもしれないっていうの悲しいですけど、前提でやっぱり注意しないとダメですね。そうですね。火災を考えるとさらに、まあガスマスクっていうんですかね、そういったものも販売されているので。なるほど。だって一酸化炭素中毒ですね。一酸化炭素なんで亡くなられた方は火のせいじゃなくて、
ガスマスクって売ってるんですか？簡易のものが売ってます。こう被るような袋のものとか売ってますので、知らなかった。それで一酸化炭素はある程度そうですね、はい、逃げる間ぐらいはっていうことですよね、はい、あ、そういうことも考えていかないといけないかもしれませんよね、はい、今日買って帰ろう。今日買そんなそんなどこでも売ってるんですか？防災グッズ屋さん、まあ、アマゾンとかも通販の方が通販で安いかもしれないです、ね、はい、常備しておくっていうのは大事かもしれません、はい、これはいいこと聞きました、はい、高齢者の皆さんも注意するところいっぱいありそうですよね、はい、特にお一人暮らしの高齢者の方、はい、の被害が高いというのはもうこれデータで分かっていますので、あの高齢者の方はやはり普段から気をつけていただくということですね、はい、普段の備え、そうですね、で自分一人でもどういうふうに逃げようかなっていうふうに考えておいた方がいいかもしれませんよね。あとそのろうそくなどはもうなるべく使わないようにする、あとまあ着衣着火が高齢者の方多いですので、その服に火が燃え移らないようにするとか、ところですね、高齢者の方は。ちょっともうね、あの使いづらいかもしれないですけど、うん、IH に変えていくとか、うちのおばあちゃんも仏壇のろうそく、あの電気のろうそくに最後変えてましたけど、ね、いろんな工夫が必要ですよね。逆のパターンで聞いた話だと、うん、電気ケトルを高齢者の方が、うん、あのガスコンロに乗せてしまったと。おお、だからそういった新しい製品にこう順応できない可能性もやっぱ高齢者の方はありますので、その辺やっぱ周りの方が新しい製品を入れるのはいいんですけど、使い方なんかも丁寧に教えてあげないと使い方は誤ってしまうということもよくありますね。いろんな対策が、はい、ありそうですね。今日はいろいろ教えていただきました、はい、今日は大阪市立大学大学院生活科学研究科准教授の生田先生に教えていただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ではてっちゃん先生、今日の一言お願いします、はい、今日は火災を防ぐということなので、はい、消防士募集を見て応募した人の、はい、イメージから、イメージから、はい、膨らみました。お願いします。で、はい、面接で現職聞かれ、はい、家事手伝い、はい、お見事でございました。ありがとうございました。来週もお楽しみに。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこう。てっちゃんねる。番組では健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど、皆さんからのお便りを募集しています。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼントいたします。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2で tets@obc1314.co.jp、 ファックスは 06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらまでお寄せください。そして番組のホームページを見ていただきますと、過去の放送すべて聞くことができます。ぜひアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。